ホテルの一室で目を覚ました記憶喪失の男。自身が刑事であることを知った男は、街で起きた奇怪な殺人事件に巻き込まれていく。捜査の鍵を握るのが、頭の中に語りかけてくる声。声の持ち主は、男の中にある24種類の人格。誰かと話し、何かを発見するたびに脳内で議論が展開される。人格を成長させることで言動や選択肢に変化が起こり、物語自体が変わっていく。24種類の人格とともにたどり着いた結末とは。ディスコエリジウム・ザ・ファイナルカットは2022年春発売。